はい、今日はカルディにてこちらのフラフマシュマロクリームバニラ味を買ってきました。こちらはマシュマロのスプレッド、マシュマロを塗って食べるものになります。今日はパンを用意してますが、パン、クラッカー以外にもココアやコーヒーに浮かべて飲んだりもできるみたいです。今からトースターで焼きます。はい、完成です。焼いたらマシュマロがちょっと膨らんで上がモコモコってなりました。こんな感じで綺麗な焼き色がついています。いただきます。パンに乗せて焼いて食べてみましたが、焼くとメレンゲ菓子のような味になります。表面がこんな風に焼けて結構さっくりしてますが、中はこんな生の状態で、最初塗った時のあのねっとりとしたクリームの状態で残ってますので、ね、変わった食感のクリームになります。ね、とってもね甘くて、焼いてる時からすごくいい匂いがしてました。アメリカの商品なんですっごく甘いのかなと思ってたんですけども、意外とそれほど甘くもなく、まあ、甘いんですけれども強烈に甘いっていうものでもありません、まあ、たくさん乗せたら甘くなると思いますが、量によって甘さは調整できます。ちょっとね、不思議、なんか表面はサクッとしてるのに中はホワホワです。この甘くてふわっとした食感、口に入れたらとろっと、ね、溶けてなくなっちゃう、この食感がすごく面白くて美味しいと思います。お子さんなんかは特に喜ぶのではないでしょうか、ね、私は今回カルディで購入しましたが、ビレッジヴァンガード、ビレバンでも売ってるのを見ました。輸入食材扱ってるお店だったら置いてあると思います。で、今回はバニラ味を購入しましたが、他にもストロベリー味もありますので、気になる方はお店へ行ってみてください。お値段は400円程度です。買っても美味しいです。はい、なんかね、パン、これもう完全におやつですね。はい。で、他にも、ね、コーヒーに入れたり、ココアに入れたり、で、それ以外にもクラッカーに挟んで食べたりとかもできますので、いろいろ楽しめそうですね。はい。気になる方は、ぜひ。フラフのマシュマロクリームでした。